皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにするための動画、今回6回目はこの動画の進行と動画の使い方について改めて確認しておきます。動画の進行ですけれど、これ学年別には進行しません。学年別っていうと1年生の内容が終わったら2年生、2年生の内容が終わったら3年生、こういう順番には進行しません。あくまでも高校受験の本番の時に50点以上取れるように、こういうことを目的にしていますので、そうなるように進行をしていきます。この50点というのは公立高校を受験する場合の点数です。で、時々ミニテストを入れます。で、ミニテスト、簡単なテストなので理解度はすぐチェックできます。このミニテストは必ず、全て解けるようにしておきましょう。解けなかった問題があったらもう一度解き直して、なぜその答えになるのかというのを確認しておいてください。そして動画の学習内容をこれ見た時ですね、簡単に説明してみましょう。これね、説明しようと思って見てください。これを意識することで学習内容が頭の中で整理されて記憶に残りやすくなります。これまでやった内容だと、まず B 動詞ありましたね。 B 動詞は am, is, are の3つがありました。この3つは主語が何かによって使い分けたんですね。 am は主語が何の時、 is は主語が何の時、ね、are は主語は何の時、これをまず説明できるかどうかチェックしましょう。さらに B 動詞の文の否定文と疑問文の作り方、これもやりましたよね。これね、どんな風にして否定文作ったか、どんな風にして疑問文にしたか、説明できますか。説明できるようにしてくださいね。さらに一般動詞やりました。一般動詞ってたくさんあるんですけれど、その中で主語が I と U の時、これを取り上げて否定文の作り方、疑問文の作り方やりました。この否定文と疑問文の作り方、説明できるようにしてください。こういうことでこの動画を効率的に使って学力を、英語の点数を上げられるようになります。今回は動画の進行と使い方について大まかに説明させていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。